この番組は女子高生が日記に書くような中身のない話を中心にお届けする番組です。はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康博です。よろしくお願いいたします。はい、都市ボーイズ日記でございますけどね。はい、お願いします。もうね、うん、さっき、うん、ずっとなんかピーナッツの突起物でどっちが強いかっていう、うん、クソしょうもない遊びを引っ掛けて、ね、やってましたけども、うん、引っ掛けてやるやつ、うん、あれですね、意外とやっぱりあるのかもね、うん、幼少期とかにさ、うん、遊んでたやつとかで、うん、みんな意外と知らないけど、うんうん、知ってると思ってたけど知らないとか、うん、地域差があるとかね。ローカルゲームかもなこれっていうようなゲームありました？自分の学校だけで入ってたんだろうなっていうゲーム、俺はだからなんだっけ、手押し相撲みたいなのとかあったじゃん、うんうん、あれとかは俺もう俺らの作ったものだと思ってたもんね、うん、遊びとして。強い？え？強い？手押し相撲、手押し相撲、うん、強かったと思うよ。俺もめちゃくちゃ強いんですよ。あ、そうなんだ、うん、なんか全然なんかある時から急に生み出されて、じゃあ勝負しようぜ、手押し相撲。今勝負しよう。いいよ、わかんないじゃん。ってこれ多分勝てると思うんだよ。これさ、でも勝ち負けがはっきりしなくない？設楽さんが一番強いんですよ、芸能界で。あーやつ、ね、でこれ多分手の、うん、手が長い方勝てるんですよ。いいよ、まあ、いいもういいよ。いや、レディーゴーでいいじゃん。はい、レディーゴー、はい。弱っ。負け強い強い。これね、はい、手押し相撲ね。やりましたけどね。まさか久々にやると思わなかった。強い。負けた。あとね、うん、4人ぐらい、うん、4人かな、4人でやるんだけど、うん、コートに四角を4つ作るというか、うん、要は正方形の中に正方形を4つ作るみたいに分ける。まずだから正方形の中にバッテンというか十字を作って、うんうん、ああそういうことな、地面に書くわけ、うん、はいはい、でその中に一人ずつ入ってボールをなんかなんつってたかな、陣取りとか言ったんだけど、うん、ボールをワンバウンド自分のところでさせて、で相手のところにもう一回バウンドさせて外に出たらそいつの負けみたいなのをやってたな。伝わりづらいな。いや、口で説明するの難しいわ。だから卓球をサッカーボールでやるみたいな感じみたいな感じなんだけど、なんか、うん、入れ替わってた気がする。え、点を取られたやつがまた違う、外にいるやつと変わるみたいな。最大4人ではないんだ、そのコートに入れるのは4人だけれども、他にも後ろで待ってるやつもいて、最低4人で、うん、で最大何、まあそうだね、まあ順番にやるとかだったと思う、うん、なんか それはでもちょっとオリジナルだったのかな、うん、なんかあんまり他でやってんの見たことないなと思って。それは知らないわ。あ、そう、うん、じゃあそうかもね。なんか作ったのかもね、だから元があって、うん、ちょっとプラスアルファとか減らしたりとかで、うんうん、鬼ごっことかも種類さ、うん、結構あるじゃん、うん、色鬼とか、色鬼な、影鬼、影鬼知らないわ。影踏むやつ。ああ、影踏みじゃない、うん、影鬼っつってたんだ。いや、影踏みって言ってた、すいません。普通に間違えた。やってないからそういう遊び。うん、あ、やってないんだ。うん、まあそれみんなでやるもんだもんね。どういうこと？いやいや、一人遊びもあるじゃん、ピーナッツの相撲は。あ、まあそうだね、あれでしょ、うん、一人遊びなんでしょ。うちの奥さんがね、うんうん、番付をね。いや、だから俺はもう絶対に、うん、そのね、お前の奥さんのみが勝手に作ったゲームだと思ってたら、うんうん、そうそうそう、ネットで調べたらあったからね、やってる人いるっていうからね、うん、番付つけてるちゃんと。意外だったの。でも番付つけてるって言うけどさ、横綱以外つけられる、うん、だって一負けしたら死ぬんやで。そうね、うん、だから横綱オア大だからね。ああ、そういうことか。うん、だから番付つけてるって言っても横綱か横綱じゃないかっていうだけの話か、うん、結構だからあれだよね、残酷ではあるよね、うん、負けた方って死だもんね、うん、死ぬ死ぬ、首がへし折れるんでしょ、へし折れて死ぬっていう
感じだもんな。戦ですよね、だからね。うん、あれでやってました一人遊びは。なんで俺に関してはあのみんなで遊ぶ感じじゃなくて一人遊びで言ってくるの。ないかなと思ってさ。あるあるある。あの他のやつで言うと、うん、あのみんなでやってたやつで言うと、あの靴飛ばしあるじゃないですか。あ、はいはい、あのブランコ乗ってさ、あブランコの方ね、うん、ブランコ乗ってさ、ブランコからポーンって靴飛ばして、それはやるね、自然に。で、あの誰が一番早く拾えるかっていう俺の一人遊びやってた。拾えるか、うん、あのおい拾ってこいって言われるから。あ、なるほどね。俺の一人遊びでやってたんですけど。一人遊びなのそれ、うん、あとそれをみんなでやってたのに入れてるんだ、うん、拾ってこいって言われるから、うん、あの無言で拾って、うん、でその人が足元まで、あそう足元まで持って行って、その、うん、あのゆっくりしてね、ここのスピードをゆっくりして、その靴をまた足につけて、うわ、また履いて、それをまたポーンと飛ばして、うん、それを俺が拾いに行くっていう。あ、じゃあ本当、うん、結構速いボールボーイの走りみたいなやつだったわけだ。あ、そうシューズボーイやってた、うん、シューズボーイそうやってた。でもその後誰がすごい飛ばしてたっていう話には入れないっていう、まあ参加してないから、ね、そう参加してたけどね。でもお前があれやればよかったんじゃないの、それ、ジャッジマンを。ジャッジマンは、うん、ああそうだよ、確かにね。ね、それでも目でできるよそんなの。まあそうなんだけど、うん、でもそこで出すことによってちょっと価値が出るかなと思って、うんうん、そんなこと求めてないんじゃないかな俺に。そうなんだ、うん、全然なんか悲しい話にしてくるね、一個一個。別にいいのにしなくて、うん、まあね。あれはじゃあ、帰りにさ、うん、俺早めに、下校するんですよ、うん、なんで、ふーっと帰って、うん、でなんかね、なんて言うんだろうな、あれは、あ、塀があるとこがあるんですよ、うんうん、で塀があって、塀の内側に入るんですね、うん、要はあのみんなが帰ってる登下校を見られるように、うん、内側に入るんですよ。ある敷地の中に入って、で穴開いてるんですよ、うん、あれってね、塀、うん、にね、ブロック塀に、うん、そのブロック塀からあの人を見るっていう遊び。あ、うん、観察。そうで2人で帰ってるかもしれんけど俺も一緒やからねっていう、だから3人で帰ってるんだよ、気づかないかもしれないけどってやつ、あの遊び、3人の遊び。それは なんて遊びなんだろうね。見るって遊び。見る、見るだよ、いるよ、いるよって遊び。遊ぶじゃなくて見るよ、いるよって遊び、3人遊び、うん、俺も入れてっていう感じ、うん、僕もいるよっていうのはやってましたね、うん、そっか。ちょっと、うん、あとないな。けん玉とか、うん、あ、けん玉したしたね、うん、なんかそんな感じだよな、お前一人遊び系うまいから。だからけん玉めちゃめちゃうまいじゃないですか、僕。けん玉とか、うん、コマ、コマうまいよな、あの、うん、あれもそうじゃん、おじいちゃんだっけ、おじいちゃん、ね、おじいちゃんがコマ作りの職人ね、うん、一人遊びうまい、確かに。俺もでも世代的にだから、うん、外で遊ぶっていうよりかもあれも入ってきちゃってたからね、うん、ファミコンとかの世代だからね、意外とやってないかもな。一人で早く家に帰りたかったんですよ、苦痛だから、帰りが、うん、一人だからね、寂しいしつまんないし、うん、でも家帰ったら娯楽がたくさんあるわけじゃないですか、本もあるしテレビもあるし、うん、早く家帰りたいからすごい走って帰ってたんですよ、うん、そしたらすごいスタミナがついて、うん、なんていうんですかね、あれ、体力測定みたいな、あ、はいはい、うん、スポーツ測定みたいな、あれでシャトルランとか持久走系はもうぶっちぎり1位だった、ずっと、早く帰ってたから走って、いやいや、それについてた、すごいねそれ、スタミナがついてたから。奈良ではだな、岡山ちゃんとスポーツ少年団とか入って、うん、スポーツやってる子らよりも全然俺の方がスタミナあってぶっちぎり1位だった。そのあれだからね、あの、うん、自然の方で鍛える方がいいっていうのがね、うん、なんか科学的なトレーニングで取り入れられてたから、あの勝手に、まあ、うちなんて山だから高山なんですよ、高い山で、うん、だからそのキューちゃんとかがさ、ね、あとなんかケニア人とかの、うん、そうそう、マラソンの人が、ね、うん、高い山でね、あの酸素が薄いところでみたいな、うん、だあれを一人でやってたから、うん、むちゃくちゃ速い、持久走とかシャトルランとかは、うん、気持ち悪くない、その必要ないじゃん、もう別に必要ない、みんなと走り回るわけではないし、うん、そう、それ鬼ごっこでね、うん、その能力あったら相当やっぱヒーローになれると思うけど、まあね、学校では走んないんですよ僕、うん、走る必要がないから。そうね、なのにあいつぶっちぎりいつも1位だから、ことでだから気持ち悪いと思いますよ、ね、スタミナだけあるって意味ないもんね、うん、意味がないからね、不思議な、それやってた。
で、あと俺テレビをねあまり見てないんですよ、あの学生時代、うん、本ばっか読んでたから、うん、だからその小学校の結構番長クラスに山本くんって人がいるんですよ、うん、山本くんっていう人がいて、で、まあ、ちょっとヤンキーになっちゃって、うん、で小中一緒なんですけど、小中でヤンキー、うん、あの髪の毛青くしてたりしてた、早いね、うん、そう中学校でね、うん、子が小学生の時にあの僕にね鎌かけてくるんですよ、うん、めちゃイケ見たとか、うん、あのリーダー伝たけし見たとか言ってくるんですよ、うん、でも僕ジャンプも、うん、あの購読してないし、うんうん、そのリーダーでたけしも読んでないし、うん、一昨日読んでましたけどね、うん、僕は読んでなくって、でめちゃイケとかも全然ハマってなかったんですよ、うん、世代なんですけど、うん、本ばっか読んでたから、あとあのめちゃナインティナインさんというよりはあのダウンタウンさんの方派だったから、うん、それも知ってて、昨日のめちゃイケめっちゃ面白かったよなって、うん、知らないって分かってた話が入ってくるんですよ、お前だけに、うんうん、みんないる中で、みんないる中 で、うん、でも俺は恥かかすみたいな、知らないけれども友達欲しいから、うん、あ面白かったねって言って、うん、何が面白かったって言われて、すげえな、って時に見てねえんだろなあって言われて、うん、すごい肩を揺さぶられるって遊びはしてましたね楽しかったなあの遊び、いやじゃあもう またやったらあの遊び面白かった、あの遊びはすごい面白かったな、うん、見てないんですよ、だって俺見てないし、見てねえんだろうなって言われて、それを分かってて振るのもすごいなと思って、うん、見てないっつって嘘つきだよって言われて肩をすっごい揺さぶられるっていうあの遊び面白かったな、あいつらまだやってんのかなあの遊びやってねえだろうなおそらくやってたのことがよ、あの学校でまたやってんのかなあの遊びまだ卒業してないんだいやでもまあそうっすね結構学校の頃はねそういう謎の遊びみたいなのもやってたなと思ってね、うん、でなんか今シーズンがあれなんですって、卒業式入学式シーズンなんですって3月ってねらしいですね、僕ねほんとその辺分かんなくなっちゃって、でも、うん、3月に、うん、卒業もするし入学もするってこと？3月に卒業、4月に入学だっけ、うん、そう、そっか、だからもうすぐですよ、ね、じゃあ卒業シーズンなんだ、ね、うん、そうそう、で卒業って言ったらやっぱりあのボタン取る取らないみたいな、うん、話があるじゃないですか、好きな先輩が卒業していくとはい、はい、とか好きな異性が、あれなんだ、あれなんなの、いつから何の時代でやってんのあれ、うん、全然よくわかんないもんねシステム、ねえ携帯電話がなくなった急に、じゃあ調べようか、俺ちょっと調べて、あれいつからあるか、どうすかボタン取られてました、ね、中学校卒業の時は、うん、めっちゃ取られたね、取られた、そう取られたっていうか、あげた、あげた、あでもいまだにやっぱりあるんだろうね、うん、この、あの風習、うんうん、やっぱりでも、ああなるほどね、やっぱあれ、あの第二ボタンをなぜもらうのかっていうのはあの心臓に近いからとかそういうこと、お、さすが、あの戦争の時のみたいなこと、ちょっと違うけど、ああ違った、いやっていうかどれが正しいっていうのが多分これなくて、うん、まあ いろんな説があるって感じなんだけど、うん、これは聞いた記憶がなんとなくあって、うん、あのボタン一つ一つに意味があるっていう、え、そうなん、うん、うん、であのもともとは爪襟っていうかさ、うん、あの学ランだよねいわゆる、うん、のボタンじゃなきゃ多分ダメなんだけど、あの一番上は自分、うん、2番目が一番大切な人、うん、3番目は友人、うん、4番目は家族、うん、とかそういうふうになんていうの意味があって、でその人にとって一番大切な人になりたいってことから、うん、その2番目のボタンを送ると、なんで2番なんでも、だから大切な人っていう意味な、うん、だからなんですけど、なんでその2番に選ばれたんですか、え
選ばれた 2番目に選ばれたんですか、大切な人っていう意味合いがどうでしょう、そうそうそう、心臓に近いからやっぱり第2ボタンは一番心臓に近いところがにあるので、うん、ハートを掴むという意味で意中の人を第2ボタンっていう風にするという説もある。ハートを掴むな、俺なんか聞いてたのが戦争の時にさ、うん、あの敬礼する時に、うん、こうネックってする時にこの隠れるから第2ボタンが、うん、だから上げてたみたいな話は聞きましたけどね、うん、それもある。あるのかよ。あるある、軍服の第2ボタンを渡していたっていう、まあ形見としてっていうことだと思うんだよね。そういうことか、戻ってきただけじゃなくて、うん、あの出る時にまた戻ってきてくださいよって意味で、うん、あそういうことなんっていうこともあるんだと思う。だからまあどれが正しいって多分これ言えないんだけど、うん、まあ、そういう話があるよってこと。そうなんですね、うん、でもまあこれをさ、うん、やるなら本来学ランじゃないですか、うん、でももう今もはや学ランってそんなにいないでしょ、学生、まあ、いないってことはないけど、うん、減ってると思うんだよね。私服が多いよね。私服とかブレザーとか、うん、ブレザーね、携帯が変わってるじゃないですか。そう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 、制服自体の僕の時はね中高と制服でしたよ、ちゃんとボタン付きのやつで。え、制服っていうのはあの学ランだったの、うん、ちゃんと学ランでしたよ。あなたの時代は学ランは改造はしてた人いた？ボタン削ったりとか金にボタン削る？は？あ？単ランとかだよ、長ランとか。いました、いました、ヤンキーがね。いるんだ、うん、それ以外にボタン削ったりしませんでした？は？あのボタンをヤスリで削るんですよ。前だけじゃなくて、ボタンをヤスリで削るんですよ、うん、そしたら金ピカになるんですよ、削るからね、黒い部分が取れて金ピカになるんです、うん、ヤンキーは。だからサビが取れるみたいな。そうそう、ヤンキーはもうあのボタン、学生ボタン全部キンキンでしたよ。え、それは何なの、それがステータスなの？目立つじゃん、キンキラキンが目立つ。あと内側のさ、ああ刺繍、いや内側のあのボタン、内側のボタン、内側になんかね、あのボタンみたいな、ボタンじゃん、なんかあるんですよ、ポケットにちっちゃい、そうそう、みたいなボタンがあって、そこに本当に要は本当に相手に送りたいメッセージみたいな、例えばあのよろしくとか、うん、あの喧嘩上等とかっていうボタンを内側に仕込んどくっていうのはありました。え、何それは卒業の時だけ渡すよ。いや、関係ない関係ない、ずっとずっと1年から3年までずっとつけとくの。はあ、うん、だからヤンキーとかは内側このボタン全部開けてね、ベーンって開けたら中にそういうでっかい変なボタンみたいなのつけてて、一つね、うん、情報系のボタンつけてて、うん、それに喧嘩上等とかってうわあるんですよ、内側にね。ダッサ、でダサくないで、それかっこいいんだよみんな。でもまあそういうことなんだろうね、うん、俺は黒いのつけてた、真っ黒のつけてた。なん、え、真っ黒のつけてた、それが普通だから。なんて書いてた？何も書いてない、真っ黒いやつつけてた、あの睨まれたくないから俺は、うん、え、なに、それ字を書くんでしょ。でも字を書いてる、あのもうプリントされてるのが売られてる。あーなるほどね、うん、ボタン自体に、そうそうそう、内ポケットのボタンみたいなないかな、あれなんて呼んでたんだろう。いやーそれ聞いたことないね、初めて知ったわ。うん、いやあるけどね、なんて言うんだろうそれ、内ボタンとかかな、内ポケットのね、あのうん、なんかありました。あ、あったあったあった、エポキボタンですって。知らねえ、なんだそれ。聞いたこともねえわ。本当に、うん。これがめっちゃ流行ってて、それを売ってるところがね、街の一箇所にあるんですよ。うん、あのヤンキー店みたいな。制服屋さんみたいなこと。うん。そうそうそう。あ、そう。潰してたわ。ボタンを出っ張ってるから、なんかハンマーとか石とかでボッコボコに潰してぐしゃぐしゃのボタンつけてるとかいたわ、ヤンキー。ダサくないの？でも売ってますよ。それがいいんだ。潰しボタンとか。うん。うわ懐かしい。でもちょっとやっぱだから、うん、まだあるんだね、その学ラン改造の文化は、うんね、今もあんのかな。今もあるんじゃないですか、ずっとやっぱり。いやあれ今のさご時世、あのセンスはどうなのって なんないのかな。うん、あ裏ボタンってやつだ。あ裏ボタンは聞いたことあるな。そう、裏ボタンがそういうなんかかっこいい名前入りのなんか、うんうんうん、文字入りのやつだった。
へえ、うん、これ買ったけどつけなかった、怖いから。何、闇とか。なんで闇だよ、ダッサい。違うよ、喧嘩上等ですよ本当にすごいね、うん、でもまあ分からなくはないよ。え、裏ボタン専門店が、うん、今見てたんですけど僕、うん、岡山だった、玉野市。だから岡山発祥かもね、うん、岡山とか広島とかかもしれないですね、うんうん、なんか田舎臭いもん、そのセンスかましいよ。ほらこれこれこれ、裏ボタン、裏ボタンって、裏ボタン、ボでもこういうこと。いやでもまあそうなんだろうな、うん、愛とかもあるよ。もうだからあれだよね、もうほらほらほら、これ戦国武将で一緒じゃん、歯ね、うんうん、とかね、だから自分の志す文字をこう入れとくみたいなことでしょ。そういうこと、そういうこと。いやいいけど、うん、え、それをあげるとかって風習はないの？別に。ない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 。もうただ隠して。あ、これこれこれ、潰し型。出っ張ってるのを、なんか潰してるんですよ。うん、いや、なんかそれをやるのは知ってるんだけど。知ってんすね。その、潰すっていう。裏ボタンはなかった？裏ボタンは、俺、裏は刺繍のイメージなんだよね。あ、それはね。ドラゴンの刺繍入れるみたいな。そうなんだ。うん、あー、懐かしい、裏ボタン。裏ボタンね。これ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 、ほら喧嘩上等とか、これこれをつけてるんですよ裏に。その一個一個で、うん、なんていうの、こう組み合わせでやるんだ。そう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 。あ、へえ。あ、こういう感じ、こういう感じつけてるじゃん、ほら裏に、学生服の裏に。あ、これこういうつけ方なんだ、うん、そう、ちょっと思ってたの違うわ、うん、懐かしいわ。全国制覇もあるわ絶対できねえわ、うん、県警本部もある、天使募集ですって。でもそれこそチームの名前とかのね、うん、とかあるんだろうね。まあね、まあこういうことやってましたよヤンキーは。へえ。懐かしい、本当に思い出すわ、嫌な思い出たくさん多分まだ実家にあるんじゃねえかな。ああ、当時買ったやつ、学生服、学生、俺もまだ多分あるわ。うん、卒業後着たことある制服？ない。ないか。そうでしょ、あるんですか。あ、今の裏ボタン、うん、刺繍やってんの、うん、あの岡山県の別の店舗だったん？どういうこと？裏刺繍、さっきの、うん、裏ボタンを専門で売ってるところがあって、それの別の画像があったんで、うん、それ調べてみたら岡山県の別の店舗だった店。だから岡山の文化なんじゃん、流行ってるっていうか、こっち来てないんじゃないそれ。そっか、でも西日本かもしれないね、うん、うん、あんまり知らないなそれっていうね、うん、ありました、そんなんありましたよ。裏ボタン、制服の思い出ってあんまないんだよね、だから、うん、改造はしてない、だから改造しなかった、してないしてない、普通に着方とかさ、うん、あ、生意気とかあるじゃん。生意気、こういう着方してるとヤンキーに絡まれるみたいな、あるじゃん、うん、そんなんは全くない。俺もあのツンツルテン、いつもなんかあの標準、そう、標準、一番ちゃんとした竹で、うん、そうそうそう、足首が見える感じで俺が中学生の時ぐらいにこのくるぶしソックスが流行ったんですよ、ものすごいね。ああ、あの中高の時にね、くるぶしまでの短さの、うん、まあ、短い靴下が流行ってさ、うん、それも履いたらあのほんまにいろいろ言われるから、うん、なんかああいう靴下しか履いてない、いろいろ言われる、要は生意気じゃのみたいな、うん、だけどどうしても履きたくってさ、当時くるぶしソックスの上に長いソックス履いてたあ、カモフラ、うん、カモフラ、ああカモフラっていうか、もう俺やるけどそれ、あったかいから、うん、まあね、それをしてた、うん、へえ、うん、高校生ってかなあれは、うん、なるほどね、入りましたね、もうすごいね、高校入ったぐらいの時にくるぶしソックスは。学生、まあだから俺ネクタイとかだったからな、ネクタイのあれだったかな、着方とかかな、ちょんと先輩っつってネクタイくださいよって終わりで、卒業式で あげたね、多分てめえの首くくってやるよっつってなんでそんな喧嘩になるのありがとうございます、じゃあこのいただいた
ネクタイを使って「てめえの首くくってやるよこら!」って言ってこなかった言ってこなかったね。何ですか そんな挑戦的なやつなかったよ、うん、ボタンくださいみたいな。ボタンくださいだったかな。くださいっつって。でもほんとなんかね、何ボタンくださいだ、いいよあげるよ、ありがとうございます、じゃあこのボタン握りしめててめえの顔面ぶん殴ってやるよこらみたいな女の子がね。いやいや女の子が言ってきたらもう殴らせるそれもう。本当ですか、うん、でもすごいブスですよ。いやでも大体ブスだった。ああくださいっていうの、だから言えないからもう最後だから憧れの先輩に言うみたいな感じなのかもしれないですね。なんかね、あの俺応援団やってたから、うんうん、てか団長だったから、ね、もうあの後輩の子の方が人気があったみたいな感じだった、うん、あ同級生というよりは、ね、なんか多分ね、あそう俺らの世代のやつらが1年の時に3年の応援団長キャーキャーって見てたから、うん、女の子が、あそんな感じなんだ。でなんか多分伝統的にそうなってて、うん、そうだからボタンはねもう、うん、全部取られた。俺も応援団だったんですよ。ああやってたんだ。やってたやってた。応援団やっててね、あのダンスやるんですよみんなで、ね、やるやるやってたね。やってたダンス。それ高校ね。うん、俺は中学校の時やってた。高校の時なくって。ああそう、うん、中学生の時は応援クラブでね、なおかつあのダンスやらせてもらってて。男女ペアでやるダンス。いやみんなでグループダンスみたいな感じ、うん、やってて、ね、そうそう俺だけダンス踊れなくて、うんうん、あの全部ずれてて、うん、主役かと思ったって言われた。俺だけ違う創作ダンス踊ってるから主役かと思ったって言われました、ね、てかなんで入ろうと思った。じゃあじゃんけん負けて。あじゃん負けね、うん、あじゃん負けあったあった、うん、そうそうじゃん負けで。大体あのやりたくないからねみんなね。やりたくないよ、ね、人前でダンスなんかめんどくさい、うん、あんなもんやされてましたよ。そうそうそう。でなんかあのダンス教えなきゃいけないんですよ下の子らにね。うん、そうだね。あのダンス先に覚えて交流があったね。そうそう教えてあげてって言われて、ちっちゃいのとこうやってこうやってこうこうやってこうやってこうってしか教えられなかった。バカ。もう下手くそが絶対そう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 こいつって。しかも覚えてないから俺は。めちゃくちゃ教えるみたいな。こうやってこうやってこう。やんなきゃいけないからね。こうやってこうやってこう。右出したら左。こうやってこうやってこう。いやそれさもう感覚ですげえ踊れる人が教えるの下手とかじゃないもんね。じゃあほんまに下手なやつが教えるのも下手って。で見せても分かんねえっていう。ええって言われて、うん、こうやってこうやってこうってずっとやってた。それは、まあ、なるよな。ダンスクラブでね。で結果みんなは俺が教えたみんな踊れるようになって俺だけ踊れてないみたいな。多分別の人に聞いてたんでしょうね。超えられた。うん、そうそう。あれとかハモネプって入ったでしょ当時ね。あアカペラのやつ、うん、だから俺らもアカペラクラブ作ろうって言われて、うん、無理やり入れられて、うん、夜空の歌を歌うんですよ、うん、でお前はメインパートじゃなくて、うん、下のパート歌えみたいな、下とか上とかね、おぞーらーのーみたいな歌えって言われて、うん、ああ分かったって言って。でも当時その要は発表会があってね、それでねあったね、嫌、うんうん、すぎて学校休んだ下歌うのが嫌すぎて。そう嫌すぎてなんでね。歌うのが嫌で。やりゃいいじゃん。いやでそういうの嫌で全部休んで、うん、なんだっけ学芸発表会的なのがあって、うん、そこで合唱大会とか勝負みたいな、はいはい、クラス対抗みたいなやってて、うん、俺らのクラスはほとんどが歌わなくて、うん、えじゃあボソボソっと。でも 2,3 人のすごいやる気のある、うん、人だけがすごい歌ってるみたいな、うん、すげえ地獄みたいな会になってたわ。効果と一緒じゃん。効果。効果とかと一緒じゃん。効果もなんかやる気のある人だね。そうそうそうだってみんなはなんかそんな感じだったな。歌みたいな。いやだなやんなきゃいいのにと思ってたよな。やったかもね。歌はやったやった。でね小学生の時かな、じゃあみんなで歌を歌いましょうってなって、でそれもなんか合唱コンクールみたいな。うん、あそう合唱コンクールだ。うん、やらされて歌を歌うんですよ。その時に全然ね当時のやつ覚えてるんですけど、先生がねその要はなんて通信簿に親御さんに伝え、うん、両親に伝えたいことみたいな書くんですよ、うん、先生の一言みたいな、うん、早瀬君はわけのわからないタイミングで手を振り回したり規制を上げたりしますみたいな、うん、で授業を妨げますみたいな、うん、注意してくださいって書いてあって、うん、一回も声上げたこともないし、うん、一回も手振り回したこともないですよ。規制曲げたことないよそれもちろん、うん、だって俺なんてペーペー
ベベじゃねえか、あの下の下だからカーストで、うん、そんな下いじめられるじゃないですか、うん、ひどくなるじゃないですか、だから開けたことなくて、うん、えっと思ったんですけど、何の、うん、他人にもいじめられてたんですよね。だから俺何それ、母親にさ、うん、やったいかんがんって言われて、うん、こんなことって言って、いやマジでやってないって言って、うん、俺もう声なんて上げたこともないし、当てられても喋られないぐらいだから、するわけがないこんなのって言ったんですよ、うん、そしたら母親がほな言っちゃるわって言って、うん、学校まで行って、うん、三者面談組んで先生に、いやこの子はそういう子じゃないみたいな、やっとらんって言うとるみたいな、うん、私は見とらんから何も言えねんけれども、この子の言葉を信じたいみたいな、うん、やっとらせんでこんなことみたいな言ったんですよ、うん、そしたら先生も、あそうですか、はいはい、じゃあわかりました、じゃあやってないでいいんじゃないですかみたいな、うん、やってね、やってないから俺、うん、全然で、はいはいみたいな、いやその言い方なんなんみたいな、うん、なんてめっちゃ大喧嘩してて、うん、母親と、ほんでなんかもう校長ぐらいまで行って、知り合いだからっつって、うん、わーってなって結構喧嘩して、うん、どうなったかは覚えてないけど、まあ、結構な喧嘩になって、それからも先生とはずっと付き合っていかなきゃいけないんですよ、担任だからね、まあ、それそうだろうな、うん、だからなんかちょっと目の上のタンコブじゃないけれども、うん、なんかあの腫れ物に触る感じでずっと、そう、めんどくせえ親がいるやつみたいな感じでずっと付き合わされてましたね、へえ、うん、辛かった。それそのもしかしたらお前の別人格がいたんじゃないですか。いねえよ、いないいないいない、規制開けるやつマジできつかった。だからああいう時はタバコ吸ってるのにタバコ吸ったって言われたりとかさ、そんなのおかしいじゃんそれ。だって、うん、逆に俺さ、そんな言うメリットあんのって思っちゃう。人と書いたことないんだよ、うん、中学生の時あんまりね、うん、で中1の時なんて特にひどくって、友達全くできないから一人で書いてたんですずっとね、うん、そしたらあの先生から呼ばれて、お前タバコ吸ったろって言われるんですよ、うん、なんでですか、吸ってないです僕みたいな、うん、もうあんなんあの買い方もわからんって言って、当時わからんですって言ったら、いやいやあのタバコ吸ってるやつを見たって言っとんじゃんみたいな、誰がですかって言ったら、あのそこに住んどる人がって言って、うん、なんで僕ってわかったんですかみたいな言ったら、はあ、それあれじゃ、あのお前の自転車のナンバーで見たんじゃないんかって言って、うん、見たんじゃないんかっておかしないって言ってそう、だから先生俺落とし入れるために落とし入れる、それともめっちゃ喧嘩した母親がすっとらんわって、あの子がタバコの匂いして帰ってきたことなんか一回もないわみたいな、女嘘ばっか付き合ってっつって、うわー喧嘩して、女性の先生と、うん、めっちゃ喧嘩してた。その先生の方がちょっと怖いよね、イカれてる気するわ。その人はね、イカれてた。ねえ、絶対おかしいよね、うん、で僕だけじゃなくていろんな人にそういうこと仕掛けてて、それおかしいよ、うん、そいつで超気持ち悪い。要は、うん、なんストレス発散、皆の方でよく名前が出てくる、うん、イーリン、うんうんうん、あの人は学校の番長みたいな人だったから、うん、クラスのね、うん、あの野球部でもキャプテン でそのイーリンとその女性の先生中2の時に、うん、あのめっちゃ喧嘩して、うんうん、あんたみたいなのはあのあかんわみたいな言って先生がね、うんうん、ろくでもないみたいな、うん、どこで習ったんだそんなもんは、親が教えるんかって言って女性がね、うんうん、そしたらイーリンが、はあ違うわガリューって言ってて、うん、はあみたいな、十何歳でガルユとかクソ生意気なって言って喧嘩してたのを未だにずっと覚えてる超かっこいいっつって、今すげえディティール細けえなと思って聞いてたわ、超かっこいいな、いいねって思って、当時はあまり喋れなかったそこで俺ガルユって言葉覚えてガルユかっこいいな、ね、俺もガルユって、ね、よう言ったなって思ったよね、中学生言わないじゃないですかガルユってね、だからかっこガルユって調べてみてあの自分の我のやり方ってことね、そう、うん、いやかっこいいと思って、それからもう僕はあの家で何かやるためにガリューって真似してた、自分の流派ができたんだ、そう真似してた、いやいや家の流派は家の流派でお前の流派ではないよって思うんだけどガリューって言ってたよく、そんなのありました、ね、ちょっといかれてるな、うん、やっぱ結構ね、やっぱりでもさ、その、うん、先生側がいかれてるっていうのも、うん、多少あったっていうイメージだよね、うん、学校全部が全部やっぱちゃんとしてなかったなっていう印象だな、うん、そうで今思うとさ、僕らよりも年下の人がまあ学校の先生するわけじゃないですか、ああそうか、うん、今のね俺らそう、うん、23歳とかから始めてさ、当時の要はあの僕とイーリンと結構バチバチやらした先生も僕よりも年下なわけですよ、当時今のね、うん、30よりも年下なわけですよ、そうだろうね、うん、それまあいろいろあるわと思うわいやでも、うん、あそう、うん、俺なんかそれにしては、うん、最近というか、うん、まあ俺らの世代ぐらいの先生ぐらいはまあまあそれなりにちゃんとしてたかなと思うけど、うん、暴力はあった暴力だから、あの小学校の時はあの、うん、ケツピンっていうのがあって、ケツピン、うん、うん、あの
まあまあ担任の先生ですごい60とか760ぐらいいってるぐらい、うん、結構年いってる男の先生だったんだけど、その人があの常にポケットにケツピンっていうあの、いわゆる鉄筋とかを叩く、うん、あのあるじゃん、あなんかあの木筋だとあのモコモコついてるやつ、うんうん、でも鉄筋だとあのむき出しになってる棒、あれを持ってて常に、うんうん、であのなんか悪いことしたりとか置いたしたら、うんうん、そのケツピンで尻出せっつって、うん、バシーンってそれ で尻っていうのはその丸出し、いや丸出しじゃない、あのちゃんとズボン履いてるけど、あ痛いでしょ、でもいやもうあのこの世のものとは思えないくらいの痛さなの、うん、痛いよね、てかねめちゃくちゃうまいのその多分先生の叩き方しなるでしょ、ほんでそうバシーンってバシーンってなって、うん、本当に最初の頃とか泣いてる子が出るよ、男女関係なく、そうもう全く関係ない、そこケツにジャンプ忍ばしておけいいじゃん、それね、うん、俺やってたのよ、どうだった、でも分かるでしょ、 あっちからしたら、うん、あの俺だけなぜかそのティッシュを山のように後ろのポケットに入れてるっていう方法やったら、うんうん、途中からそれ出せって言われてバレたんださらに叩かれたけど、いやそれはそうですよ、そんなね、でも不思議なのはその先生が一番人気やって、うん、俺許せねえわ、あそう、うん、俺ちゃんと小学校1年生の時に、市内持ってる先生いてね、うん、で市内でぶったたいてくるんですよ女性で、うんうん、その先生はちゃんと人気なかったですよちゃんとっていうかやっぱりそういう体罰というか、うんうん、市内で頭とか体とかぶったたいてくるんですよ結構強めに、うんうん、で小学1年生なんてみんな泣くんですよ、うん、僕も泣いたと思いますよ当時ね、うん、ちゃんと人気なかったですよ怖いって、いやそうそう怖い、うん、怖いのは怖かったんだけど、うんうん、なんだろうね、なんかすげえ正しいイメージ、うーんでめちゃくちゃやっぱ人望あって、謝る最後にバーンって、うわーって言ってごめんね、絶対謝んない、いやお前のためだからごめんねごめんねっつって怖いもんそれごめんねっつって、お前が悪いことしたからごめんね悪いってなるでしょ、したいごめんねごめんねっていやそれはもう怖いわね、あのトラウマになる、うん、体罰というかそういうしつけみたいなんで一番この人やばいなと思ったのが中それも2の時かな、数学の先生で、うん、結構口が悪い先生がいたんですよ、うん、じゃんやこらみたいな、うん、キサーンって言ったりとかして、うん、先生がなぜかその人に僕目つけられて、うん、かなりで一回やられた体罰が、あのよくターミネーターとかで片手で首を掴んで上に持ち上げるみたいなじゃないですか、力強いみたいな、うんうん、それ両手でやられたことあるグッて掴まれて首を、ネッキングハングツリーみたいなやつ、そうそうグーって上に持ち上げられて、うん、その時はほんまめっちゃ怖かったですね、それさ大人が子供にやっちゃまずいよね、うん、宿題忘れたとかそんな感じ、俺でも保育園の頃に、うん、それ女の子にやられたことあるよすごい強いじゃん、うん、サラコナーじゃない、体格差が体格差がさやっぱサラコナーじゃない、サラコナーになってたかもしれんね、うん、いやそう、うん、ピアノの前でそれやられたの鮮明に覚えてる、まあ、ちっちゃい頃女性の方がでかいからね、体ね、そう力も全然強くて、うん、俺めっちゃちっちゃかったから、うん、いや今は大きいみたいな感じだけど今もちっちゃいよ、いやいやずっと変わらずちっちゃい、今はもうそんなされる筋合いないし、うん、すぐ裁判だし力あるから、ね、うん、学校はねだからそんなでしたよ、あとはあのヤンキーの女子にめっちゃ目つけられたりとか、まあまあ、うん、目つけられてるからね、うん、男女どっちも、まあね、あの俺ね、あの当時高校の時にいた先生に、うん、先生にね、あの中井貴一すごいそっくりな人がいたんですよ、うんうん、でかっこいいじゃん、僕はあのちっちゃい声でいつも来たら友達いないから、でもみんなには面白いこと言ってるって思われたいから中井貴一って言ってたんですね、ちっちゃい声で、うんうん、中井貴一、うん、中井貴一って言ってたんですよひねりもしないんだ、誰とも言えないからそのままなんだ、誰にも言えないから、うん、中井貴一、うん、中井貴一って言って、でも誰にもバレないみたいな、うん、誰も聞いてくんないですよ俺の言葉なんてね、うん、聞いてくんなくって、でなんか体育館の掃除をしようみたいなっていうのも、うん、なんか卒業式があるから先輩のね、はあはあ、うん、だから体育館の掃除をしてなおかつあの椅子を並べようってなって、ほな綺麗にしましょうかって言ってモップ掛けするんですよ、その時その先生入られて中井貴一って俺言ったんですよ、その人が来たからね、うん、したらそれをヤンキーの女性が聞いてて、うん、女ヤンキーが聞いてて、でその女ヤンキーが
俺が中井貴一って言ったのを聞いて、その友達にね、あの先生中井貴一似てないって言って、うん、俺の話取ったんですよ。中井貴一パクったんだ。そうだから俺言ったんですよ、俺が言った中井貴一って言って、うん、俺の中井貴一って。そしたらそのヤンキーがうるせえよてめえっつってモップでボコボコにされて、うん、それは、うん、お前が悪いよ。なんで俺の中井貴一だったんだよ。違う、俺の中井貴一だった。あのヤンキーが悪いじゃん。いやいや、俺の中井貴一小さい小さいわ。俺の中井貴一って言ったよ。その時一番大きい声出たよ。だってお前、俺の中井貴一、お前の中井貴一のまんまで終わったら、うん、どこの世にも出ずに、いや分かるけど、デビューせずに終わったんだから。でも言ってほしいじゃん。あいつ中井貴一って言ってたよって。だから俺はあのカメラを止めるの時の気持ちすごい分かった、うん、元ネタ俺だよって。いやいや声大にして言いたかった。言いたくなるんだろうね。名前だけ入れてよエンドロールにって、うん、すっごい気持ち分かった。そうなんだ、うん、原作だから。そうそう、俺が原作じゃん、うん、俺の中井貴一。うるせえ、うん、確かに俺が作ったものとは全く別物になっていたけれども、俺が元ネタじゃん中井貴一って言いたかった。原案としてね、うん、そうそう、原案としてね、うん、そうそう、脚本としてはちょっと無理です、原作としても無理です、原案でしたらって言われて、うん、いやでも俺の中井貴一って言ってましたよやっぱり。まあね、言い方は全部違って違う先になってたけども俺の中井貴一って言って、それ殴られるわ、うん、と思ってましたよ、うん、うん、いや、何の話かそれ。俺の中井貴一の話。まあまあ、学校の思い出でしょ。なんか一番強い思い出なんなの？強い思い出、うん、だ卒業でさ、うん、未だに覚えてるのは、うん、中学校の卒業式なんだけど、うん、あの卒業後に、うん、学校から出て、うん、で、あの、みんなで近くの公園に行って、うん、写真撮ろうみたいな。なんで学校の中で撮らんかったの？それ俺未だになんでなのかよくわかんないんだけど。学校の方が思い出あるでしょ、公園の方が思い出ないでしょ。公園で多分ね、それね、あれなんだよね、うん、先生たちがいないところで撮りたいとか、そういうことなんだと思うんだよ。そういうこと。あと他の人が映り込まないような感じでとか、なんかだからあの仲いい同士で、うんうんうん、最後の思い出を撮る、いらんやつも入ってきそうやしね。そうそう、俺も入れてよっつって、本当に仲いい人たちで撮りたいとかだったんじゃないかなってなんとなく覚えてるんだけど、まあ、公園行って、そう、公園行って、うん、でなんかあの卒業アルバム、うん、みたいなのにこうなんていうの、あれ寄せ書きみたいなのをお互いにして交換してみたいなのをいろいろやってさ、うん、で女の子たちがキャッキャってて、うん、でそんな中、うん、あの、まあ、俺もその場にはいたんだけど、うん、別に卒業アルバム交換とかもしたくないし、うん、特にやることねえからフラフラしてたら、うん、あのある女の子からちょっと来てって言われて、うん、で、あの何何っつったら、うん、あのこれからまるまるちゃんが、うん、あの俺のね、うん、結構親友みたいな、うん、あのずっと幼馴染で、俺幼馴染じゃないから君、足ではない、幼馴染みがいて、うん、すげえ、まあ、まあ一番仲いいやつがいいんだよ。違うから、うん、で、うん、ちょっとそいつに告白をしたいと、うん、〇〇ちゃんがはいはい、関係ないじゃん。そう、うん、なんで俺呼んだのって思ったら、うん、ちょっと協力してほしいみたいな言われて。ああ、そういうことね、呼ぶとか。で俺はその、女の子ともその幼馴染と、うん、まあまあそれなりに仲いい、うん、で、じゃあその分かったっつって、うん、で、あのやっぱり告白する時には俺いてほしくないみたいな、うん、それかまあ誰もいてほしくないっていうのがあるから、うん、2人だけの空間を作るとこまでをやってほしいと、うんうんうん、でそこまでやったらあのちょっとうまいことはけてくれじゃないけど、ウェディングプランナーみたいな、そうそう、うん、ものすげえ綿密なことを急にね、うん、アドリブでやらせんだと思ってたんだよ、うん、でだからあの俺の幼馴染のやつに、うん、ちょっとあのなんかあっちの方で、うん、なんかちょっと女子がやってるからちょっと行かないっつって、うん、あ、はいはい、で行って、うん、でまあ連れずって、そうそう、であのちょっと隙を見て、うん、俺はもうそこからいなくなったのよ、うん、でその、告白したい女の子と俺を連れてきた女の子、うん、2人だけまず残って、うん、であの、まあ、これから話がみたいな、うん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 、でその、告白する子だけ残って、うん、じゃああとはお二人で、うん、っていうことにしようとしてたの、うん、そしたらその空気を
察した俺の幼馴染が、うん、ものすっごい嫌な顔すんだ嫌な顔して、うん、で俺はもうはけてるんだよ、うん、はけてる俺のところまでだ、うん、すんげえ猛ダッシュできて、うん、首根っこ俺のおさなんかを持って引きずり回して俺を、うんうん、であの俺もこの場にいなきゃ俺はもう絶対ここにはいないとかって言い出すの、うん、俺を人質にするみたいな感じにして、はい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 、でいやもう何これどうすりゃいいんだろうと思ったけど、うん、もう俺もいるしかないから、うん、いていて、うん、で好きですってで あっちの女の子も、うん、じゃあもうこんな状況ならっつってだからなんでか分かんないけど22みたいな状況で、うんはいはい、女の子、うん、じゃあもう分かったっつって腹くくって、うん、好きですって好きですみたいなことを言った、うん、したらそしたら、うん、その幼馴染のやつが、うん、よかったなまこっちって俺に振ったのえつらっ、うん、きつーと思って、うん、振ったってことでしょだからそうその子は、ね、振ったんだけど、うんそれをなんか俺にやるっていうすっごいめちゃくちゃな悪意の塊みたいなマコチはなんて答えたんですかマコチはっつってマコチは、うん、俺びっくりすぎてそりゃそうよねそういう目が点になった感じになって、うんはいはい、えって言ってたら、うん、そいつものすごいもうすごい照れ合って、うん、結局その首根っこまた俺の捕まえて、うん、でブワーって逃げてく感じで、うん結局女の付き合わなかったいやもう全然普通に振られっていうかもう告白されてないってカウントしてるからあいつらでその後ですよ、うん、女の子側、うん、お前が悪いってブチ切れっつってまこっちが悪いってで俺だけなぜかまた呼び出されて、好きですってどういうことだって、うん、どういうつもりだあれはと、うん、全然話違うよと、うんうん、お前のあれをなあ、うん、幼馴染どうなってんだみたいなことを散々俺が怒られて、うんうん、でその告白した子はもう号泣しててよかったなまこっちって言われた時にじゃあ帰る人にとか言ってたじゃんいやいやもう聞かせてそんなねアドリブできないかったのね、うん、当時はね、まあまあねうん、何よりちょっとびっくりすぎちゃったまあうん辛いわなあっちからでその後しばらく俺の幼馴染は、うん、その女たちにものすごい会うたんび罵声を浴びせられるみたいな感じのあの頃はことになっちゃって、うん、の女の子ってだってあれですよね徒党組んで悪口言ってきますよねそうそうそうバーカーみたいな何々を傷つけたみたいなのがもう大罪になっててそう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 で、まあ、それも、うん、そうあの相まって、うん、卒業からもしばらく、うん、そのなんていうの話が伝説化しちゃってる感じで、はいはいうん、でもなんか俺はそのイメージがもう卒業の時にずっとついたままで、うん、卒業の話すると必ずこの話を思い出すすごいな悪いなと思ってね、うん、告白の断り方史上一番悪いんじゃないかなと思って、ね、普通に振ってあげればよかったのに、まあ、テレアっていうのもあるけどねそういやもうだから耐えらんなかったんだよ、うん、未だに付き合うんですかそのテレアとはああ全然普通に、うんうん、今はもう結婚してる今結婚してるああよかったねうるせえずっとその前であれやったなと思って、うんうん、結婚して子供いる子供はいないの、うん、まあまあまあ最近好きな相手が、うんうん、いやそうなんですよ僕ね高校の時あんま学校行ってなくってね、うん今日母親にと話す機会があって、うん、俺学校あんま行ってなかったがん高校の時って言って、うん、そしたらはって言われて、うん、言っとったんじゃないって言われて、うん、母親俺全く興味なかったんですよ言ってなかったことも気づかないぐらい、うん、興味ないっていうかでその少ない今投稿数の中でも一番記憶残ってるのが僕らあの建築家だったんですね、うん、建築家でいろいろ選べるんですよ建築って言っても仕事分かれるから、うん、例えばあの設計、うん、例えば CAD、うんうん、例えばあのプラスチックじゃないなあの何やあれはあのまあまあ、 あの家の模型を作るみたいなね、うんうん、模型っていうので分かれてたんですよ3つぐらいでねで分かれててで僕はーなんで、藤原くんっていう子がいたんですよ、うんでその2人で組んで名前順でそうそう藤原くんってちょっとまああのじゃあ一個後ろの人と組んでとか一個前の人と組んでっていうから、うん、パッパッパーってやってったらあの藤原くんって人なんですね、うん、でその藤原くんっていうのはあの僕と同じぐらい人気なかったんですよ、うん、全くもうペーのペーだったんですよでその時に高校2年生の時かな、うん、あのちょうどバンプオブチキンがもうすぐ流行ったんですよ、うん、なんか星見たみたいなやつ
ジュピター違う、ジュピター違うでしょ、天体観測、あ天体観測、うん、天体観測めっちゃ流行って女の子からみんな聞いてたんですよ、うん、で僕とその子はいやどこがええやろなみたいな、うん、あんなもんみたいな、あの女にしか受けんわあんなみたいな、あの寒いみたいな話してて、うん、アンポップチキンをね、うん、であの建築もすぐちゃんと取り組むんですよ僕らはね、うん、あの話もせずにわやって、まあ、まあ話してもすぐ怒られるからすぐに、うん、その同級生にうっさいみたいな、うん、されるからまあまあちゃんとやってて、でいやほんまにあの俺らがいっちゃおもろいけどなって言ってたんです、そのことね、うん、あいつらあの喋るだけでほんま中身ないわみたいな話してて、うん、今と変わんないけど、うん、って話してたら、あのそういやーっつって女の子がファー寄ってきて、藤原くんってバンプオブチキンのボーカルの藤原って言うんだっけ、あの子藤原くんに似てるよなみたいな、うん、髪長かったんですよものすごい、うん、で名字も同じだし似てるよなってなって、うん、で あそうかなみたいな、ちょっと調べ暗い感じだよね、うんうん、調べてみるわって言って、そしたら次の日から寄せていくん髪の毛伸ばしてなんかストレートにしてね、そしたらみんなに藤原だって言われて、そしたらもう王子って言われだして、藤原王子って言われだして、うん、つるむ人も変わっていくんですよ、俺じゃなくて女の子とかちょっと上の男前の人とかと組むんですよ、うんうん、つるみ出すんですよ、カーストが変わっていく感じ、そうそう、どんどん上に行っていって、うん、最終的に王子って言われるようになって、うん、でキャドとかね、そういう、うん、模型作ったりとか、うん、設計とか、うん、俺が歯であいつが歩なのに、うん、みんなが「いや早瀬と組むのあやめなよかわいそう」っつって言われるんですよ、藤原くんがね、かわいそうかわいそうみたいな、あんなつまんねえやつとみたいな、うん、言われるんですよ、とかなんか当時言ってたなんか触ったウイルスみたいなのあるじゃないですか、うん、早瀬ウイルスがみたいなこと言ってて、そ、うん、したら藤原くんが「そうじゃのう」言うて、うん、う俺じゃなくて俺じゃなくて、うん、あっちとった全く名字離れてる安藤と組むんですよそれ安藤もめちゃめちゃ男前の子、で部活なんて入ってないけれどもちょっとヤンキーっぽくって、うん、顔もなんか髪もなんかちょっと染めてて、そっちと組み始めて、でバンプオブチキンのせいで俺友達なくなっていやいやバンプオブチキンのせいではないけど、天体観測行くんだよバカ野郎と思いながらずっとでバンプオブチキンええよなって言い出して、うん、そいつも聞き始めて、むっちゃええみたいな話してて、それで俺じゃない人に話すんですよ、むっちゃええってむっちゃええっつって俺じゃない人に話すんですよ、ブチええわ言ってバンボブチキンみたいな、お前にはね、うん、あんな大したことないっつってた、大したことないって言ってたのに、うんうん、あんなより全然あっちのなんとかの方がいいなんとかええっつって、そんなに綺麗に裏切られることあんだ、ケツメイシの方がええわ言ってたのにバンボブチキンより言ってたのに、そう、うん、かわいそう、いやでもまあジャヌチャーガだなって俺言ってたんです毎回、うん、これ何回も話したんですこの会話をねどうでもいいわ、でももう話せなくなっちゃった、話せなくなっちゃった、安藤と組み出したから藤原くん王子って言われてた、へえ、そうそうそう、俺一人ぼっちになっちゃった、うん、でそれが原因とかで、まあ、学校あんま行かなくなっちゃって、友達もいないし行く意味ないし、うん、うん、じゃ藤原くんとはまあ結構仲良くやれてたんだね、家来たからね一回藤原くんは、へ、うん、一回家に来てなんか当時流行ってたゲームキューブやってましたよ、うん、ゲームキューブあったんだうちに、うん、だった親がね買ってくれて、うん、ゲームキューブ一緒にやりましたよ、任天堂のあのスマッシュブラザーズの、うん、2つ目のやつ、新しいやつで、分かんない俺64からゲームキューブに移ったんですよ、うん、スマッシュブラザーズがね、うん、それを一緒に一回やってスマブラを、そうそう、それぐらい、へえ、本当に辛かったなってかそれが一番の思い出なんだと思って、それが一番の思い出、うん、まあもうちょっとあそうだけどないんだ、うん、ない、あ、なんかあったかな、めっちゃ怒られたことありますよ先生に、それがいまだに伝説になってて、そこの工業高校行くときは俺の話するんですよ毎回、うん、っていうのが前も言ったけれども3年間製図設計図を自分の家の設計図出してて、ああそうで、あとなんかやっぱ設計図書いていってると同じ尺のとこがあるんですよ、何メートル何メートルみたいな、うん、それを全部同じ幅で作ったんですよ、だから正方形がいっぱいある家を作ったんですよ、うん、めんどくせえからもう、うん、縦幅横幅全部同じ住むやない、そう家じゃない、あとベッドも正方形もうめんどくせえだけじゃん、ダブルベッドのめっちゃキングサイズみたいなやつにして正方形のベッドベッドって見たことあんまねえな、正方形のベッドにしてごっついね、うん、ベッドにしてめんどくさいから全部正方形にして、うん、正方形がいっぱいある家を作ったんですよ、うん、で例えば5メートルだとしたらね、5メートル下も5メートルって書かなきゃいけないんですよ、うん、僕もちょんちょんにして全部一緒にして、うん、5ちょんちょん2ちょん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 
それめちゃめちゃ怒られて、お前建築規制だったらちゃんと設計せんかいみたいな、まあ、それそうだ、あのその気がなくってもそういう悪い意識っていうのは人に伝染すると、うん、それ伝染して本当は興味あったけれどもお前みたいに楽ちんしようって言って、うん、せんやつが出てくるかもしれんみたいな、うん、お前はもう諸悪の根源だみたいなこと言われて、うん、腐ったリンゴだそうそうみたいなこと言われて、でそれが未だに言われてるんですって。へえちょんちょんつけるやつがおる、家の設計図書いてきたやつがおると、うん、全部一緒みたいなクソみたいなやつだったみたいな、それを新しいこんないいやつそうそうみたいなことするなと、そうそう、それを新年迎えて、建築家に入るみんなに言うんですけど、弟が僕の卒業者数年後に聞いたって言ってじゃあ、うん、毎年言ってるな、あの早すやつがおってのみたいな、お前みたいなあの建築一番最初に来たやつにはな、うん、あのわしはこれもう毎回言うんじゃけれどもみたいな、数年前卒業したやつでもうろくでもねえやつがおってなみたいな、家の設計図を送るわ全部表現しちゃって全部ちょんちょんしちゃってもうクソみたいなやつがおると、そうはなるなよお前らみたいな、志来たんやったらちゃんとやれみたいな、わしは一級建築士で建築に誇り持っとるみたいな、お前らんなことしたらもうただじゃおかんからなって言われたっていうのを弟が聞いて、じゃあなんかお兄ちゃんそんなこと言ってたなっつって、もしかしてですけど早瀬って言いますそれって言ったら、うんそうじゃけどなんでって言って、林康弘ってうちのお兄ちゃんなんですって言ったら、伝えとけクソったれがって言われたってクソったれって言ったよって言って言われましたね。もしかしたら未だにいるんであったら未だに言ってるかもしれない、まあ、先生クソったれの話よ、正論だけどな、うん、まあね、うん、でも東京出ること決まってたからもう、うん、別にいいやって感じで、別に何でもよかった、卒業できなくてもよかったから最悪、なるほどね、のありましたよ、はい、辛かった。別に辛い思い出くくりにしないでもいいんだけど、いやたまたまね、ずっとしてるから、いい思い出ないよ、あいい思い出あるわ、一個もないの、一個じゃあ最後に短く、あの剣道部のキャプテンがいたんですよ、丸坊主にしててね、なおかつの剣でも結構いい成績を残すんですよ、背の高い子で、そこそこできる子、うん、本当に剣道部の子で、その子がね、あの空手部の子と付き合ってたんですよ、うん、しかもその空手部の子結構ヤンキーで髪金髪なんですよ、え女が空手部ってことでしょ、うん、空手部だから道着着てるんですね、うん、で学校始まって要はじゃあ授業ですよっていう時も、あの道着の下にスパッツとなんかねそういう服着るんですよ、うんうん、スポーツブラみたいなやつつけて、うん、上からなんかそのピチピチのやつを、ねはいはいはい、首までのやつを着てて、うん、でそれの上にあの学生服を着るんですよ、うん、すぐにあの参加できるように、うん、でじゃあもう帰ろうって言って俺は帰ろうとしてる時にその剣道部の強い子とその空手部の子がいたんですよ、うん、でまあ隠れてコソコソなんかやってるんですよ、二人だけの世界で、うん、何やってんのと思ってふっと覗いたら、あの僕の方をふって見てニヤニヤしてるんですよ、うん、なんかなと思ったら制服を脱ぎ出して女がね、うん、でその胸の膨らみを剣道部がツンツンするんですよ、うん触ってますよみたいな、お前触ったことないだろみたいな、うん、そしたら照れるわけじゃないですか、うん、はっ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 て笑うんですよ、うん、あのお前はわ知らん感触じゃろうのみたいなこと言うんですよ、うん、じゃろうのみたいな、うん、で僕はキャッツって帰るんですよ、うん、それを背中見られながらキャッ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 って笑うんですよ、うん、あらいい思い出だったねそうでしょうね、うん、それがじゃあベストということ、それがベストじゃないですかね、うん、マジで一番いい思い出だったそれがでもそういう絵ってものすごい鮮明に覚えてるよね、全部覚えてるね、うん、そういうどうでもいいっちゃどうでもいいけど、うん、細かーく覚えてる、そうね、忘れられない絵みたいな、ヤンキーの靴がなくなってどこだどこだって探して、うん、なぜか俺の靴箱の中入ってて、うん、それ見つかってお前かっつってボコボコされたりとか誰かが入れてんすとか俺の靴箱の中に、ややこしいな、うん、もうとかね、いい思い出だわ、うんでもなんか卒業する人はまあまあいいけど、うん、これから入学する人はこれ聞かないでほしいから、うん、なんかいいことなさそうだわ、うん、学校生活、本当にそんなのですよ、まあまあでもそれでもこうやって今ちゃんと生きることができてるという、うん、変わらねえぞ、そこだけは、そこ以上ずっと変わんねえぞね、うん、そこはまあ評価していただきたい、うん、周りに集まってというか周りに慕ってくる人とかは、うん、そのやっぱ当時とは違うからね、うん、住む場所も変えてるから環境とかは変わるけど自分は変わらないぞ、そこ以上はずっとこんなだぞ、でも環境だから変えれば、うん、
そこ意地は変えなくても生きていけるってことでしょ、うん、そう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 、そういうことね、うん、いい話ですわ、ね、ああ、うん、ということで、じゃあもうね、なんでため息すんだよ。いや、いい思い出だったなと思って、はい、いやもうなんかめっちゃ喋ってるよおー、ね、はい、うん、ということで、じゃあ終わります、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。